ご存知ですか？いくわよ。このゲームご存知？もちろんよ。それでは。いや知ってるわ。いくつかあるエンディングのうち、N ちゃんを、はい、やっちゃいました。やっちゃいましたが、うん、続いて P ちゃんを。P ちゃんだよ P。P P。やっていきたいと。そういうことでございますね。はい。ちょっと試しにリセットしちゃって、はい、セーブされてるけど。やっちゃったらしいですね。もう一度リセットいきましょう。リセットして、はい、最初から新たに作り直していこう。大体この現実をかぶってくんですけど、ハリウには幸せになってほしい。ハリウになってほしい、はい、ハリウさんが震えております。もうリセットしないで。プルプルリセットしないで。こうだ。まばゆい光がハリウを包む。ポカーン。じゃあ行きましょうか。だからもうこれはループなんですね。そういうことなのかな。つまりそういうことなの。そういうことで、お花畑に落っこしたところが、はい、火山が落ちた場所ですよね。はい、じゃあいきますよ。それは相変わらず健在なんですね。荒ぶっております。はい、あ、こちらね、はいはい、本当は花がいたんでしょ。はい、ごめんなさい、一度リセットした時にね、うん、はい、お花ちゃんに、フラウィーちゃんに、今度は幸せになるんだよって念押しされました。ごめんなさい、ちょっと僕がフライングで見ちゃったんで。じゃあトリエルさんからいきますわ。はい、こんにちは、大丈夫ですか？かわいそうに、ここがどこなのかわからないのね。怖がらなくても大丈夫よ。あたさトリエル、この遺跡の管理人です。ここに落ちてきたのはいないか毎日見回ってるの。人間この世界に来たのは本当に久しぶり。あなたのことを私がちゃんと見守って、さあ行きましょう、遺跡案内してあげれば。あ、一度見てるからちょっと負けだぞ。まあここはカット案件。じゃあカット案件でしょう。もうほぼ何もないから、うん、マネキンまで行きましょう。行きましょう。えい、決意みなぎる。みなぎっちゃいます。来ました。最初のディテールルートで大失敗してしまった。いきなりぶったたくっていう。とりあえず、はい、行動で話しかけるのでは。話してみましょうか。はい、お、もしもし、弾まない。はい、トリエルは嬉しそう。あ、勝った。あ、これでいいんだ。おお、ほうほう、あ、これそう、それでいいの、上手にできたわね。ようやく初めて。なるほど、ノーセッションできましたね。本当ですね。タイトル回収。マネキンに魂があったなんて最初は気づかなかったのさ。あ、フロギーさんだ。フロギーさん、この子はお疲れ様です、褒めてあげればいいんだっけ。あ、理解できない、それでも照れてる。ジロヒエ。話せるフロギーさんもいるからな。そうだよね、はい、なんかちょっと進化したフロギーさんとか。そういうことですね。あ、出ました。はーい、ちょっと、いっぱい待っとこう。どんどんなんか悪くなってますけど。なんか悪くなってるな。これ初めての経験ですけど。またあれか、これこれいいんですか。これ得が下がってるんですか。得下がってるのでは。得下がってるのかな。下がってる感じしますよこれ。え、セーブする前に1回フロギーさんにすら怒られそうな。ケロケロ。あ、ごめん、怒られなかった。これもう真の救済エンドできないんじゃないですか。これで、ね、これで終わるの。いや、そんなことはないと思いますけど。やった、はい、雨3つ、水雨3つも持ってる。やった。ああ、こうなったのか、うんうん、励ます。ほんとお前暗いやつだよな。ギャー。怒った。ディスるんかよ。あ、元気になった、はい、じゃあもうちょっと励ましてあげよう。いや、相変わらずおしゃれな曲ですね。はぁ、あ、ね、ごめん、なんか全然やる気出ないや。ナプスターブルークさんはいい曲だよね。はい、なんて言うんでしょう、こういう曲。こういう曲のことを、うん、なんすかね、うん、ディズニーでありそう。そんなん言ったってしょうがないですね。ジャズ。あー、でもちょっと似てるかもしれない。ジャズの中でも種類があるから、ジャズの何かでは違ったらすいません、いつもね、誰にも会いたくないからこの遺跡にいるんだけどね。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。ごめん、自分語りするのが癖でつい邪魔だよね、今どこね。はい、ナスターブルークさん、クリアです。あ、これ右なんかあんだっけ。 あ、これは買っときましょう。あ、買っときましょう、寄付しなきゃ。はい、うふふふふ。はい、4ゴールドしかないです。
こっちは。え、足りない。あ、まずい。ちょっと戦って、戦おう。お金ちょうだい。お金ちょうだい。懐かしいですよ。おい、懐かしいレベルですね。はい。乗せる。ありがとう。では。スイッチは一つだけ。ここじゃなかったっけ？覚えてます？いや、ここだった気が…あー、ここでしたねー。おー、すごい。ピルト、僕が操作する。あー、なるほど。たまには。そしたら、ショーもこう同じことしなくて済むから。そうだね、新鮮な。ちょっと楽では。じゃあ、穴に落ちちゃって立てなくなっちゃった。ここからね。じゃあ、ここからディズムさんには追ったってもらって。それ言わなきゃいけなかったんですか？あ、なんか新鮮ですね、ここの位置。ほう。しかもそっちだとマイク遠いから。あ、そうか。ぜひ反対側に。こっち画面見づれえな。ここあれですよ、スイッチ。とりあえず押しまくってたらいいやつですよ。あれ、ここ通れんじゃん。通れますね、おそらく。はいはいはい、これ次からかな。おお、逃がす2連続です。一人の時間が一番。はいはいはい。おう、俺最強だわ。あ、さあどこに話しかけるのかな。俺は覚えてるぞ。お、さすがですね。隠れてるんだわさ。覚えてますよ。あ、お金稼いでこう。おう、 Z を連打してバリッつって倒しちゃうことを。いつかそんなことがあるんじゃないかと僕は心配です。戦うで。戦う。あっ、パキ。お、うまい。いいぞ。お、ベジトイドだ。とうとう俺が避ける時が来たぞ。ベジトイドにディナーだ。うん。お腹が空いたよ。緑の野菜よ。あ、あ。まずい、HP が10しかない。まだ大丈夫だ。大丈夫。3つももらったキャンディーがあるから。よし。これ難しくない？もう今更じゃないですか。もうちょっと簡単だと思ってたわ。見てるだけで。ショーンよくできましたね。右手でさ、十字キー動かすの難しいと思う。はい、今更ですけれども。あれあれ、こっちじゃなかったか。あ、こんなとこまで戻されるんだ。ここか。そういうことですか。ああ、そうですね。うえ。お、そろそろボス戦。あ、ボス戦の前にあれか。これ何でしたっけ、こっち右。なんだっけ。あ、都が見えるんだったかな。恐れ多いけどよ。あね、恐れ多い理由がね。あ、おもちゃのナイフ。あったら売れるからいいですよね。はしないぞ。まあ、本当に武器は速攻で売ってもいいぐらいじゃないですかね。大変、予定より随分時間がかかってしもうた。それアルフィーじゃないですか。もうちょっと鼻にかかってましたよ。違いました、はい、ちょっと違う気が。ちょっと待ってください、はい、まあ一人でここまで来たの。そうですそうです。怪我はない？こっちへいらっしゃい。回復してあげましょうね。ずっとほたらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。そのこれ以上隠しても仕方ないわね。こっちよ、ついてらっしゃい。うふふふふ、うふふふふ、うふふふ。枯れて落ちてしまう。おっ、へえ。ここがね、はいはい、ここが家ですかね。ホームね、うん、いい匂いでしょ。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。でも全然電話しなかったな。あなたが来てくれたお祝いにね。ここで楽しく暮らしてもらいたくて、だから今夜カタツムリパイは我慢するわ。さあ入って入って、他にも見せたいものがあるの。なるほど、自分の部屋。おお、近い。あなたのお部屋よ。気に入ってもらえるといいけれど。先読みだな。なでなで。あら、ごめんくさいわね。大変、ゆっくりしていってね。これは毎回言うんだ。すげえダッシュだったな。はい、これはあのアズゴアさんちもそういうことですね。ここが子供部屋になってて、
バタースコッチパイを手に入れた。ありがとうございます。この前はバタースコッチパイを食べるのかなとか言って食べちゃってましたよ。食べちゃったね、うん、ここがトリエルさんの部屋ね、うん、懐かしい。あ、恐ろしいですねでここがアズゴアさんのね、向こうで言うところの、うん、向こうはニューホームか。ニューホーム、いろいろ、あ、そういうことかっていうこともありますね。2回目やると、じゃあ訴えかけに行きましょうか。外に帰りたい。トリエル、あら、もう来たの。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあるの。とっておきの虫取りスポットにも連れてってあげましょうね。それからお勉強は私が見てあげますからね。意外かもしれないけど、私は博士号を持っているのよだから言ってないって。そんなに意外でもなかったかしらとにかくあなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。博士号は意外だなん、何かご用かしら。どうしたの。いつうちに帰れるんですか。何言ってんの今日からここがあなたのお家よ、ホーム。それより今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ第72の使い道っていうの聞きたい。それじゃあカタツムリの豆知識を教えてあげましょうか。カタツムリはね、舌がチェーンソーみたいにギザギザなの。施設っていうのよ。面白いでしょう。私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。そそくさ、そそくさ。君持ちません。あ、左にもいなかった、ないか。キッチンに何もなかったっけ。確かないですね。あ、お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界、一度出たらもう中へは戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻ってなさい。ついてきちゃダメよ。俺がやるのか。ここに落ちた人間はみんな同じ運命をたどる。うん、私はこの目で何度も見てきました。そういうことですね。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。死んでしまう理由っていうのが分かってるとまた言葉の意味が変わってきますね。そうか、あと一人死んでしまうと。そういうことですよ、うん、アズゴアに。あ、そうか、この時もう名前出てたな。そうね、ステ旦那さんにやられちゃうよって言ってんすよね、うん、まあ離婚した理由もちょっと分かりますけどね。離婚っていう言葉を使ってたかはちょっと分かんないですけど。あ、そう、まあまあまあ、うん、たもとを分かった、うん、分かった。そうですね、うん、そうか、そういうことか。よし、決意をみなぎらせていこう、うん、さらばだ。うえ、これがね、アズゴアと一緒だけど、ね、弾の大きさが違う気しますね。おお、ほんと？これちっちゃくないですか。まあでも、これ何も食らってもいいですからね、別に。避けてってくれる。弾が勝手に避けてくんで。練習がてら。そうね。先行きが怪しいぞ。これはなんか、レベル稼ぎと言いながら、レベルじゃねえや、ゴールド稼ぎに費やす時間が多くなりそうなようです。私はコメントを読むのに必死になりますね。ひえ、トリエルは大きく息をついた。何をしているの。そんなんじゃこの先やっていけないわよ。わあ、すごい。トリエルは準備してる。戦うか逃げるかしなさい。うわあ、やばいやばい。そんなんじゃダメよ。力を証明するでしょ。痛いわ。一しか食らってないわ。戦うつもりがないなら逃げて。痛いわ。まだ大丈夫。あと2回食らわないと避けていかないわ。やめなさい。あ、まずいわ。1回食らったら終わってくれるんだ。そんな目で見るのはやめて。すごいな。あ、もう避けてきた。はい。あとは消化試合です。すごいな。いや、これ難しいですよ。当たるのも難しいでしょ。逆に逆に今の当たるの難しい。うん、もくもく。一パターンスコッチパイを今止めてんすか。もくもく。分かってるわ。あなたはお家が恋しいのよね。でもお願いだからお部屋に戻って、私がちゃんとお世話をする約束するわ。もぐもぐ。確かにここには何もないところだけど、バタースコッチパイがあるわ。もぐもぐ私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。
これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋に戻ってちょうだい。言ってない。もぐ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 ふふもぐもぐ空腹実況。そんなことないですよ。ダメね、子供人に満足に救えないなんて。まあ、いやいや、トリエルさんはいい人ですよ。もぐもぐ食べる癖はなんとかした方がいいの。分かっているわ。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも寂しい気持ちも心配もあなたのために今は全部忘れましょう。うん、どうしても行くと言うのなら私はもう止めません。でも一度この扉の外に出たら二度とここへは戻らないこと。いいわね、どうか分かってちょうだい。ギュン、うん、ギシッギシッミシッ。あもうちょっと優しい音ならないですか。さよなら、私の大事な子。短い間でしたが、ありがとう。見送ってもらってます。振り向かない。誰も出ない。行きましょうか、うん、あのフォンをちょっと試していきたいですね。ああ、途中途中、はい、すっかり忘れていたしね。はい、やっていくっつうのね。フォンをね、うん、今うーつきました。つきましたか。気のせいですか。ゴリラ。え、うほ、うほ、あ、うがつく。お、あ、そうか、花が出てきそうな。そうですね、フラウィーちゃんが出てきそうな感じでしたね。フラウィーちゃんだけは、うん、割とめたい。めたいよね、アンダーテール、うんうん、いうことです、ね、はい、トビーフォックスさん、うん、ここでやっと始まった。やっていきましょうか。はい、じゃとりあえずコンパートは以上で、ね、じゃセーブポイントまでいきましょうか。ましょう。あれ先にあれか、この辺にサンズパピルスペアが出てくるんじゃない。先にサンズくん出てきちゃうな、うん、黒い影がついてくるはず、はい、お、棒だ。よさげな棒じゃないか。犬かな。持ち上がらない。持ち上がらない。おお、え、こんなこんな、こわ、お、これでこんなありましたっけ。持ち上がるんじゃない。コッパメジンコ、なんか怖いな。踏んでたのかな、うん、見えないものが。あ、お、いた、見えた。あれ、こういうのありましたっけ。あったあった。あ、そっか、黒い影は追いかけてきてたよ。すっかり忘れてる。あれがサンズくんの影じゃなかったっけ。そういうことですよね。確かね。そうか、俺殺されるかもしれなかったのか、うん。怖い怖い。おい、人間。ひ、私です。はあ、シェイクハンズ。握手テイル。はは、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたから。あ、びっくりした。あれ、前にもこんなことあったっけ。お、記憶違いじゃないですか。ちょっとコメント違う。こっち目を向けっていう前に振り返ったしな。あー、バレました。まあいっか、あんた人間だろ。いかにも。おいらはサンズ、右手の通りスケルトンさ。透けてませんけど。人間が来ないかここで見張ってろって言われたんだ。誰に。つっても、おいら的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。あ、ロイヤルカードですか。でも弟のパピルスは筋金入りのロイヤルカードハンターになる前だぜ。やはり。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。あ、そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのくぐれよ。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。まあゲートだったらくぐれて当然ですよね。お、ちょうどいい形のランプに隠れていてくれ。話が早いですね、ハリー君も。なんだかね。はい、隠れまーす。おう、パピルスよー。ではのーい。またこれが聞けるんだ。パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、未だに何もせず。あれ、8日じゃなくて、半日かもしれないですよ。嘘だろ。パピルスのことだから。パピルスだから、感じもない。勝手に持ち場を離れて、フラフラと。こんなところで何をしているの。そこのランプを見てる。いいランプだろ。お前も見ろよ。そんな暇ない。人間がここを通ったらどうする。人間の将来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が、人間を捕まえてやるのだ。そうすれば、この偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、そして毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れスケルトンめ。結構ひどい。毎日何もせず骨クソほじってばっかりのくせに、
そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ。ブタブタスケルトンなだけに。そっちね。テレーバーオ寒いまたまた顔が笑ってるぜ。もともとそういう顔なの知ってるけど悔しい、はあ、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労しないといけないのか。パビルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休め。お前が言うんかい。てらー面白いもういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。だーあ寄ってこないのカメラ。あはあなんでやっても楽しいな。出てきていいぜお前俺のことバラそうとしたの。おいらのキレッキレなダジャレが再び作成する前にここを去れ。そうしよう。監視カメラってあれ何だったんですかね結局ね。なぜかケチャップとマスタードピンク。これ監視カメラじゃないか。なんかどっかにありましたね。監視カメラはもう画面のこっち側にあるってことでしょ。あ、そういうことか。あ、アルフィーのか。うん、アルフィーのか。いや、僕やっと気づきましたああ、ちょっと一つ頼んでもいいか。あ、なんです。ここ最近パビルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パビルスは実はそんなに危険なやつじゃない。まあ話を聞く限りね。頑張って強そうなふりをしてるだけだ。本当に。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってるからな。その先で待ってるって言って逆に進む気がなんだ。相変わらずですね。さあ、じゃあここで、はい、一度終わりましょうか、はい。